よせよごせ。どうもゴゴスゴスゲー配信者のよせよごせです、今日も PVP やっていきたいと思います、それでは今日はこんなパーティーでいきたいと思います。題してエスカノールを守り抜けエスカノール軍団どういうことちょっとねタイトルってかタイトルってかこのチームの名前今即興でつけたからちょっと変なになっちゃったけど、まあ赤ギルの挑発とアリオーニの挑発でエスカノールを守りながら戦うっていうチームです。これねみんなに言ったらマジでやっててって言われたんだけど、そんなんね気にしないでいく。俺はこれで勝つだって楽しいじゃんそういう方がね。じゃあこれでいきたいと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、変な数字が見えた。46戦27勝、勝率 58%。 ゴールド帯で勝率5割はやべえよマジで。しかもガチパだからね。さあこれでいきましょう。はい、先攻後攻どちらにしますか。先攻で、先攻赤切り。これが来たらね、これ最高よマジで最高。これが来たら最高。とりあえず一旦はまずギルをまず張ります。まず雷帝の獣害でかかってこい。でエスカノール貯めよっかな。一旦エスカノール貯めます。見ててください皆さん、これがそうエンレスエンレスエズかかってこい。これが神髄ですね、このパーティーの守り抜け。もう相手も困惑してるよ。えどっち攻撃すればいいんだこれ。待って、めっちゃかっこよくないこの布陣。この布陣かっこよくない、剣の使い方とこの布陣かっこよないこれ超かっこいいと思うんだけど俺だけ。はいはい、強い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 。あら全部必殺溜まってんな。いや落としますけどね、もう落としますけどね、こいつも落としますけどね。あらなんかこれエスカノールが全攻撃したらもう意味ない気がするんだけど、まあいっかまあいっか。ああま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 あ、とりあえず勝つことが目標だからな、このパーティーで。このパーティーが使えるかどうかっていうのを示さなきゃいけないんですよ俺が。リリアかー、ウラリリー。よしよしよし、次のターンは消えたとしてもギルで挑発できるんで。あらでも次エスカノールの札来ないと危ないな。エスカノールの札来てほしいな。オッケーオッケーオッケー。ここは転げるんか。いやー厳しいな。お来なかった、マジか。撃っていいってことじゃあ。撃つよ、撃っちゃうよこの人に。撃っちゃうからね俺も。でギールも次撃ちたいな。で無理だった場合の山猫の騎士団イエーおい余裕じゃねえか。あれこれいけんじゃねえこのパーティー。もう一回だけ行かせて、もう一回だけ行かせて。先攻後攻どちらに。うわ寄せパー、まあ強え寄せパー。絶対落とされんじゃんエスカノール。もう絶対的にエスカノール落としてくるやんこいつ、マジで本当にやだ。いやでももうエスカノールが生き残れば次の未来は見えてる。俺は見えてるぞ、俺は見えてる。絶対エスカノール来るやん。あそっちマジで。えうぜうぜ、え待って、こんなうざいことある、こんなにうざいことある。おいこいつ絶対俺が YouTube 撮ってること分かってんな。おいこいつ分かってんぞマジで、確実に分かってんな。これは言いたいんだよねこれ。言いた2だよ2で。これちょっとねこうなってしまうとね、あマーリンを守り抜けていく。次マーリンを守り抜けていくか。マーリンを守り抜けていきましょう次は。さあこのどう、これもいいねマーリン姉さんを守りつつ素晴らしい。これいやでもエスカノールのがかっこいいな、エスカノールのがかっこいい。明らかに赤ヘル隊には相性悪いわ。赤ヘル隊には相性あり、圧倒的に。それではエクレアさんカットでお願いします。3、2、1ドンだからもう一回で聞かせてくれ。先攻後攻どちらにしますか。あハロウィンメリーんじゃん、
これ絶対コンピューター絶対俺わかんねえな。まあいいやいや、よし、じゃあ雷帝の獣害で、よし、これで守って守って、スキルアップ、あ、うとほっ、遠慮せずかかってこい、かっこいいかっこいい待って、かっこよすぎひん、この刀の位置とさ構え方とデスカノルナの立ち方、かっこよすぎだろ、かっこよすぎいや、これはかっこいいでしょ、これはかっこいいよ、誰がどう見てもこれはかっこいいって言うと思う。よし、これで落とします、キング落とします。山根の引き弱い、やらかいな。わー、8万9000出る、すげえ強えわ。レベルマックスなんですけどね、一応レベルマックスでやらせてもらってます。2ターン石化か、石化解けないのちょっとやだな、これ、石化解けないのはちょっとやだ、結構攻撃封じられる。ぶっちゃけエスカノールのクルーエルソン、クルーエルソンしかないからどうしようか、あ、痛い、あオッケー、よし、2バフでいきます、2バフでいきます、これでいきます。ハロウィンメリって強いんかな、知らないんだけど俺あんまり。てか多分ね、赤ギルも育てればめっちゃ強いと思うんだよね俺、赤ギル。おっと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 、うわ、攻撃封じ来たらマジでやだこれ、本当にやだわ、頼む来ないでくれ、頼む来んな、オッケーオッケー、構え、マジか、構えか、構えだったらもう行っちゃっていいかな。これで攻撃だけして、あと2つ落とす、え、いけるっしょ多分、この構えはいけるっしょ多分、食らわないだろう、大丈夫か、おーしよしよし、これさ遠く高く上がる、いけ、うー、つえつえ、エスカノールエグエグルル、やばくね、普通にこれ勝ったな、これは勝ったろ、さすがに、さすがに勝ったろ。あ、必殺封じあんだこいつ、忘れてた忘れてた忘れてた、痛い痛い、これは勝ったろ、さすがに、さすがに勝ったろ。とりあえずエスカノール打って、こっちに必殺打って、雷帝の獣害、雷帝の獣害、ザワンだ、ザワンじゃない、バニッシュメント、バニッシュメントってな、キャッツアイギーラ、いやー、これで示せたね、このパーティーは強いって、これはネタじゃないよ、これ本気で勝てるパーティーだよっていうことに俺はもう気づいてしまった。それではエクレアさん、試合終了まで3、2、1、とオッケー、対戦ありがとうございました。さあ皆さんこのパーティーのちょっと強さが見て分かっていただけたんではないでしょうか。このパーティーちょっともっとね強くして、また次挑んでいきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメント高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もどしどしお待ちしております。バイバイ。